え？この絵は誰が描いた絵かって？そりゃおめえ、ウッホとかゴリオとか、確かそんなんだったかな。ひょっとしてゴッホのこと言ってます？そうそう、そのゴリさんつー有名な画家が、トイレで用を足してる時に描いたつー、あれ、ちょっとお客さん、ちでったくな、さっきまで寸前踏みちぎってたじゃねえか。素敵な絵ですねとか、こんな絵欲しいつーのは用を忍ぶ仮の姿ですか。仕方ないじゃないですか、絵を買おうなんてお金持ちこの辺りには住んでませんよ。それに絵を買う人がいたって、有名な絵描きさんの描いた絵でもない限りそうそう売れるもんじゃないですって。有名な絵描きの絵っつったって描いてるもんには違いはねえだろ。そういうもんなんですから仕方ないじゃないですか。でもそれを差し引いても、トラ君の絵って売れてる方ですよ。売れてるっつってもおめえ、さっきから売れてるのって似顔絵ばかりじゃねえか。あんなうまい棒ぐらいにしか買えねえもんがいくら売れたってちっとも儲けになんねえぞ。別にいいじゃないですか。さっきだって記念にってカップルが書いていってくれたし、みんな喜んでくれてるんだから。大体これってお金儲けのためにやってんじゃないでしょ。少しでもソラ君の記憶を戻そうってのが目的だったんじゃないんですかね、ソラ君。銀ちゃん何も分かってないやろ。今時絵なんて全然流行らないね。時代のアンテナは常に張っておくのが商売の鉄則ある。そんなことじゃこの情報化世界は生きていけないね。いいんだよ、俺は時代の波に逆らって生きていくって決めたから。だからってこんなことまで金儲けの道具にするなんて感心しませんよ。俺じゃまるで悪事を裏で働いてるアキンドさんじゃないですか。そうね、だいたい絵で儲けようなんていう発想自体が貧困ある。知ってるあるか、歌舞伎町の豚どもの間では今は年下の男の子がブームある。そらっちでも磨けば立派な夜の蝶になれるよ。お客さんなんて向こうから転がり込んでくるね。なるほど。もとも歌舞伎町の女王の座は私のものあるけどね。あんたら何の話してんだよ、儲け話じゃねえっつってんだろ。あんたら痛い系な少年にどんな危ない橋を渡らせる気だ。ちなみに夜の仕事は二十歳から。しても、もう少し売れるもんだと期待したんだけどな。だいたいコンテストで優勝してりゃ、ちった売り上げにも貢献できたってな。あのバカどもが邪魔したおかげでコンテスト自体なくなっちまったし、こいつはとんだ期待外れだったな。おいおい、最初から逃げ腰か。自分の絵が売れねえのを知名度のせいにしてんじゃねえぞ。かの有名なゴリさんだってな、
最初は無名の新人さんだったんだ。人間最初から有名人なんてな、あな、とある村における佐藤さんくらいなもんよ。知ってっか、その村では9割の村民の名前が佐藤さんらしい。マジでか。ま、そういうわけだ。みんな這い上がってその地位まで上り詰めてきたんだよ。確かにおめえは絵がうまい。そればかりは認めざるを得ねえ。けどな、おめえの絵には決定的に足りないものがある。おめえの描く絵には魂がこもってねえ。中身のないスッカスカなもんだ。ちょっとちょっと銀さん、それは言い過ぎですよ。いくら絵が売れないからってそんな八つ当たりなんてみっともない。ソラ君、そんなの気にすることないからね。予想以上にダメージでかかったみたいやるな。いいかソラ、絵なんてのはな、そこにあるもんをただ描けばいいってもんじゃねえ。それを見て何を感じたのか、それをぶつけなきゃ人様の心なんざ動かせねえもんだろ。ジャンプしか読まない人が何絵について講釈垂れてんですか。バッカおめえ、ジャンプにはな、大事なもんが全て詰まってんだ。友情、努力、根性、伝えたいことは山ほどにじみ出してんだろうが。ジャンプとアートを一緒にすんな。あれに書かれてるのは少年の心だけだろうが。いい年こいていつまで少年なんだよ。いい加減に卒業してください。ソラ君、ちょっとソラ君、一体どうしちゃったの。なんか変なスイッチ入ったみたいね。よっぽど絵にプライド持ってたみたいやろな。そうそう、絵にはテーマ性が必要だぞ。そうだな、ポケモン描け。ポケモン今確かブームになってんだろ。おお、それなら子供たちのハートもわしづかみね。どっかのハンバーガーショップみたいにせこいにじりようで集客率アップが望めるよ。よーし、おめえらその辺の人集めてこい。改めて商売再開すんぞ。ちょっと銀さん、葉っぱかけるようなこと言っといて結局はそれ目当てですか。それじゃただの悪徳商法じゃないですか。人聞き悪いこと言ってんじゃねえよ。見ろ、おかげで空のやつもやる気出してんじゃねえか。そのやる気を目に見える形に変えてやるのが俺たちのやってやれることだろ。そうやって空くんの純真利用して、そんなことやってると今に罰が当たりますよ。上等じゃねえか。罰が怖くて商売なんかできねえよ。労働者の力を借りて利益を儲ける、商売なんてもんはどれも一緒だろうが。だいたいこんなもん普通だって。普通悪徳商法なんてのはな、もっとこうって、さっきから何、ここ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 って巨大ロボの発信ですか。なあソラ、こいつは一体何なんだ。おりゃわかるさ、こんなバカ長い話した生き物なんざ絵の下手なガキの落書きでも想像くらいつくからな。それよりお前一体何したんだ。だったらなんで。
その絵が動いてんだよ。うわすげえ、私本物のポケモンなんて初めて見たね。言ってる場合か。キイさん、ソラ君、早く逃げて。逃げるっつったってあんなでかいもんからどうやって。おいソラ、お前が生み出したもんだろう、なんとかしろ。自分のやったことぐらいちゃんと責任取ろうよ。おめえが魂込めて絵なんか描くから。他人の言葉に流されてんじゃねえよ。いいか、人なんてのは所詮一人で生きていくもんだ。結局最後はてめえで決めるしかねえ。他人のルールよりも自分のルールを信じるしかねえのさ。キイさん、後ろ後ろ。あ、あれ、痛くねえ。銀さん平気なんですか。まあ銀ちゃんのことだからあんなのに踏まれても平気とは思ってたある。なんせ生命力は台所にいる黒いアレ並みあるから。いや死ぬから、黒いアレでも死ぬから。あんなのに踏まれたら。こいつは一体。紙じゃねえかこれ。平気なんですか銀さん。うん、ああなんともねえみてえだな。見てくれはバカでかいけどな。どうやらこいつは紙でできてるらしい。重さも何も感じやしねえ。紙でって一体どういうことです。そりゃこっちが聞きてえよ。おいソラ、どういうことなんだ。まあいいか、とりあえずこいつは消しとけよ。こんなんでも街中に出れば騒ぎになるからな。おいおい、いくらなんでもこんな時にそういう冗談楽しくないよ。お前の描いた絵だろ、消すことくらいできねえの。じゃあ何か、あれってそのまま放置か。いやいやいや、それはまずいって。あんなの街に放ったら俺たち袋叩きじゃ済まねえって。何やってんですか。逃げちゃう、このままじゃあれ町の中に逃げちゃいますよ。そんなとこでぼーっとしてる暇あったら止めるの手伝ってくださいよ。